8000件あったのが1週間で17件になった、7000件近く、一気に何、交付決定したってことですか、どうなったんですか萩生田文科大臣あの先週段階まであった8000件については、継続的にですね交付の準備をしていたのが整ったということでございます17件以外は全部交付されたと、それでよろしいですか。 すべて交付に決定したんじゃなくて、8000件のうち約6000件が交付決定をしてて、2000件は、逆、2000件が交付決定しておりまして、6000件がえ対象外ということになると思いま吉良芳子さん。要するに6000件、この1週間で一気に切り捨てたってことですよね。これあまりにひどい話だと思うんですよ 連絡待ちながら一生懸命慣れない申請作業をしていた文化芸術関係者の皆さんがね、心折れながらも頑張ってたのに、6000件一気に不幸不決定